首都圏からの観光客がおよそ8割を占めている温泉地熱海。感染者の減少に伴い、年末から年始にかけて観光客は戻りつつありましたが、感染拡大で苦しい状況に逆戻りです。大人数の予約が入ったんですけど、ちょっとキャンセルが出ちゃったりとかして、ちょっとやっぱ厳しいですよね。これからっていう時に出花くじかれてしまったっていうような感じで、ちょっと痛いですよね。今月上旬には恒例の梅祭りや熱海桜祭りが開幕し、早春を楽しむ観光客を見込んで、いよいよこれからという時でした。感染が広がっちゃってもうどうしようもないので、まあ、こういうふうに何ですかね、こう対策できるところは対策して対応していけたらなって思います。宿泊施設にも影響が出始めています。こちらの宿泊施設では年末年始の利用客は例年並みまで回復しました。さらに GoTo トラベルや倍賃増加の再開に大きな期待を寄せていましたが、2月からの予約は止まり、キャンセルが出始めています。通常はこの時期ですと、お正月が終わって2月3月の予約がかなり多く動く時期ですので、まあ、その時期に来ているのに、予約が止まっていてキャンセルの方がちょっと多いという。宿は受け身ですから、できることをできる範囲でやるしかないんですけれども、まずは今現在に帰って感染防止と。感染者の急激な増加で苦境の続く熱海の観光、我慢は3年目に突入しています。